はい、おはようございます。田畑です。今日もこれからの会社員の教科書、著者本人が動画で解説、文字を読まないであろう面倒くさがりな皆さんのために動画で解説、まあ、耳からわかるみたいなところもあるって、全然動画俺の顔嫌だったらボイシーとかさ、動画バックグラウンドにまして声だけ聞いてもらっても全然いいんですけれども、シリーズでやってるこれ企画だいぶ進んできまして、今日は第3章の後半という形になります。第3章の後半は基本的には会議と議事録のことについて書いてあります。単純にですね、サラリーマンやってると会議に出るっていうのは本当にもう平常運転でも当たり前みたいなことを思ってますけれども、会議にどういう姿勢で臨んで会議でどう振る舞うかが、まあ、はっきり言うとサラリーマンとしてのパフォーマンスの7割ぐらい決めますよね。でさらに言うと会議につきものなのは、まあ、議事録、まあ、会議でどういうことが決まったかっていうことを文章にして、もう LINE でも今時メールでもスラックでも何でもいいんだけども、そういうのを配布する、これはですね、もうホワイトカラーの行いとしては永遠になくならないと僕は思います。1000年経っても多分議事録ってあると思うね。まあ、自動でもしかしたらできるのかもしれないんだけども、そんな自動でできた議事録本当にどうなるんだって、そんな簡単なもんじゃないよというようなこと。例えば単純に記録だけするんだったら、今でも IC レコーダーを回しておけば、例えば1時間の会議だったら1時間の音声ファイルできるじゃないですか。それをメールとか添付したり LINE で送ったりしたらそれでいいんじゃないのみたいな思うかもしれないけど、そうでは全然問屋が下ろさないと。議事録を作るってことが超大事だっていうことの大事さみたいなことが、まあ普通に入ってきた新入社員の方とか分かってないんですよね。会議に出るっていうのも、例えばその事業にまあコマで決まってるから、時間割で決まってるから事業出るかみたいな感じなんですけども、全く違うんですよ。それ典型的にダメなサラリーマン、ビジネスパーソンの態度なんで、そういったことを話したいと今日思います。まずは会議に挑む気構え。これはですね、サラリーマンにとっての会議っていうのは、プロ野球選手が打席に立ってると思ってください。あるいは、歌手だったりミュージシャンだったりしたら、M ステみたいな歌番組に呼ばれてて、観覧席かもしれない、後ろのタモさんの後ろかもしれないけど、そこに座ってると思ってください。何が言いたいかっていうと、要は単純に座ってるだけで何も発言しなくて話を聞いてるだけのやつって多いじゃないですか。もう世の中いっぱいいるよ。はっきりそう言ってたんですよ。クソ、クソ、クソ。お前発言しないんだったらお前来んなよっていうのが、まあ基本的な僕の考えですね。なんでかっていうと、いや別に、もちろんいいこと言わなくてもいいんですよ。ただ、プロ野球選手が打席に立つつもりなくて来てベンチだけ温めてるやつとか、例えばプロのミュージシャンなのに M ステに来て後ろの席で座って、タモさんの後ろの列に座って、ただ話だけ聞いてて歌わないやつってどうなんですか。もうなんかいる意味ねえじゃん、そんな。っていうことなんで、会議に挑む気構えっていうのは、まずは発言しない限り空気で入れると。まあでもね、実際ね、特に新人なんか7、8割そうだな。会議に出るからなんか一言言ったろうっていう気構え持ってるやつがもうほとんどいないです。その時点であなた差をつけられると。で、何のために発言するかっていうと、そこで大事なのは、この会議はそもそも何のためにやってるんだろうということについて、自分なりのイマジネーションをあらかじめ、会議っていうのはいきなり、いきなり出てって言われる会議もあるかもしれないけども、ほとんどの会議っていうのは、あらかじめ決まってて、こういうメンツで、こういう目的で、こういう議題について話すってことぐらいは共有されてる、まともな会社だとね、共有されてるはずだと思います。もしそれが共有されてないんでしたら、その会社ちょっとやばいんで、その空気が変えないといけないかもしれないんだけども、そういうふうにして事前に準備すると。この会議でこういうことを話すんだったら、自分はこういう観点から貢献できるんじゃないかと。例えば今年入ったような新卒の大学、新入社員だとしたら、例えばね、もし人事部主催で、いや今まで新卒毎年50人だったんだけど、来年から100人あるいは120人取りたいと。そのためにはこれまでだったらあんまり相手にしてなかったような、例えばその会社が東京だとしたら、関西とか、元西日本というか広島とかさ、九州の学生も相手にしたいと。そのために我が社はもっと何をすべきだろうかみたいな観点で呼ばれたみたいなんだとしたら、もう超典型ですよね。そのために、例えば自分がね、九州大学の人だったら、自分の、で、たまたま九州大学から一人だけ入ってるけど、自分の同期とか周りはみんな、東日本とか関東の人ばっかり見た時だとしたら、九州から見た時の、例えば、この会社ってこんな風に思われてますよ、みたいなことを、自分の九州の時のゼミの仲間に聞いてみたとか、認知度こんなもんですと調べるっていうか、それはもう数字で言えなくてもいいんだよ。大体こんな風に思われてます、みたいな風に思うとか、あらかじめ、プロ野球選手だったらさ、当然さ、自分の打席が回ってくる前に、ピッチャーが誰か、で、こういう状況でこう回ってきたら、きっとあいつこう投げてくるだろうから、ここで打とうとか、あらかじめこう、イメージトレーニングするじゃないですか。そういうような、当事者意識というのかな。頭の体操した上で臨むというのが、もう基本的な態度ですね。
で、しかもそれが正しいかどうかを実際ぶつけてみて話すと。そんなこともなく、とりあえずなんかね、もうダメな、やる気のない学生がとりあえず授業を受けてるみたいな態度でボケーっとはーって言って発言もしないみたいなのはもうクソクソ、こんなやつは死んだ方がいいと。給料払ったらもう、ま、無駄。ホワイトカラーにとって会議での発言っていうのはもうプロ野球選手がヒット打ったり、本当歌手が歌を歌って、プロの歌手が歌を歌ってるのと同じなんで、そこでいいことを言わないとダメです。まあもちろんね、いろんな会議があって上司とかばっかりが喋って、新人とかそういう若い人が発言しやすい空気を作ってないというミーティングが世の中にいっぱいあるのも俺もわかる。そういう場合はもちろん、そういうミーティングの環境を、ミーティングだと招集者っていうか、主催者がいるんですね。このミーティングやろうぜっていう、その人がそういう雰囲気を作ってないってこと自体ももちろん問題なんだけども、だからといってそれに負けて発言しないというのもまたクソです。なんで、まあ、もし皆さんが先輩や上司の立場だったら、若い人がどうやったら発言しやすいかっていう雰囲気を作ってあげるのももちろん大事だけど、そういう雰囲気がないからといって若い人もただ黙ってるっていうのもダメというような話です。で、大事なのはそもそも何のための会議なのか。で、会議には2種類ありまして、アイデアを広げるための会議というか、要は選択肢を作る、あるいは選択肢を増やすための会議と、その選択肢の中から最終的にどの方向性を選んで、どういうふうにこの後進んでいこうかっていう方向で、まあ拡散と収縮っていうか、呼吸で言うと吸って吐いてというかですね、まあ広げてって畳んでみたいな感じで、まあこれ常に何でもそうなんですけども、そういう部分で言うと2種類の方向性があるというふうなことをまず考えてほしいと。で、アイデアを広げるための会議、まあいわゆるビジネス用語で言うとブレインストーミングです。ブレストとか訳されるけど、そういう感じで、なんか今度の例えば今度の4月に新入社員向けのさ、なんだろう、入社式あるんだけど、普通の入社式やっても面白くないよねと。あ、ちょうどいいや、2年目の田畑君いたいた、ちょ来て来て来てと。なんかさ、他の会社にはないような面白い、どこにもないような、見たことないような新入社員の入社式とかってないかなみたいな、とか典型ですよね。こういうなんだったら別に、いや、じゃあ仮装してきたらどうすかとかは、まあわかんないけど、もういっそのことじゃあ全員、あのアバターになってバーチャル新入社員入社式どうすかとか、まあいろいろまたそういうの、でそれは当然あのもうバカだと思われてもいいから、とにかくいろんな形でアイデアをいろいろとにかく持ってもらなかった、その発想なかったっていうことを出すような会議と、でこういう時にあと大事なのは、特に言いたいんだけども、自分がこんなこと言ったらバカじゃないかと思われるようなことをどんどん言ってください。でアイデアを広げるための会議でよく言うのは、まあ例えばさ、みんなでカラオケ来ましたと、一人目誰歌うかみたいな時に、音痴のやつが歌うと、その後どんどん曲入って、あんな下手なやつ歌っていいなって俺も歌うわみたいな形だったりとか、あとはマクドナルド理論って言うんだけども、例えばさ、5、6人ぐらいでたまたまどっか行ってランチどうするみたいな風になったりするじゃないですか。でみんな、うん、別になんか何でもいいよねみたいになってたりするんだけども、目の前にマクドナルドがあったりすると、別に俺マクドナルド恨みはないんだけど、それじゃあのマック入ろうって言ったら、みんな、うん、ちょっとマックは嫌だな、それだったらちょっと寿司三昧の方がよくねとか、いやいやケンタッキーの方がいいでしょとか、いやデニーズの方がいいでしょとか、そのなんていうのかな、ある選択肢を具体的に示す一人目のトップバッターがなんかそういう形にしてあげることで、それに対しての批判や、だったらこっちの方までよくないみたいなことも含めて、0を1にして、まあビジネス用語で言うとファーストペンギンって言うんだけど、最初の唇を切るやつっていうのはすごい価値が高いんですよ。でこれはぜひ新人の方覚えていただきたいんだけども、どうせ同じつまんないこと言うんだったら最初に言うやつの方がはるかに付加価値高いです。なんでどうせだったら同じこと言うんだったら、もう一発目に言ってください。一発目に言えるかどうかっていうのをさっきから言ってるように、この会議は何のための会議で、そこに対して事前にあらかじめ頭の体操してきた人ほど言いやすいと思う。で、まあさっきから言ってるように、もうプロ野球選手にとってのバッターボックス、歌手にとっての M ステのステージ、あるいは、まあ、バラエティ芸人で言ったら、本当あのひな壇芸人がさ、やっと明石家さんまから当ててもらえたみたいな感じで、みんな会議に臨んだ方がいいですよね。もうひな壇芸人見て、みんな俺を当てろって感じじゃん。はい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 。で、あのパッションっていうのかな、あれを、マインドを持って会議に挑んでほしいんですよね。上司は明石家さんまで、みんな、議長の人は明石家さんまで、みんなひな壇芸人だと思った方がいいですよ、本当。でそういう風に芸人や芸者がお呼びがかかるのと同じような感じで、あいつ呼ぶと面白いよなってなって、若いうちからもう新人だろうが2年目だろうが3年目だろうが、その部署の会議とか他の部署からも呼ばれるみたいになったら最高だよね。でダメなやつってのは大体その部署の全員が参加するような定例会議にだけ呼ばれるやつで、しかも何も話さない、もうこんなはっきり言って典型的にダメなサラリーマンの典型で、もさっさとリストラされちまえって感じなんですよ。なんでもうとにかくあいつを呼ぶとなんか面白いこと言うぞっていう雰囲気を
どうやって作るかっていうことは会社の中をですね自分らしく渡り歩いていく上で非常に大事です。でイケてるでどん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 声がかかりだしたらもちろんミーティングが埋まるかもしれないんだけども、それは基本的にはまあ要はお笑い芸人としてはさ結構ブレイクしてお呼びがかかって売れてる状態になってきたって感じで、まあ非常に嬉しいいいことだと思った方がいいですね。でまあそんな風に面白いことは何でもいいしバカみたいなことも言ってもいいけども、いろんなこの発想なかったわっていう風に広げる会議と絞り込んで、じゃあ実際そうやったってどうします、予算の制約もあるしとかね、入社式にそんなバーチャル、入社式って言ったってやっぱり会えなかったら意味ないじゃないですかとかなんかまあそもそもじゃあ在宅勤務でもないのにそんなことなんでやるんですかとかなんかそういうこともある。じゃあ実際その絞り込んで決めるための会議っていうのもまあ同じ会議の中で前半で広げて後半で決めるっていうのも多いけども、絞り込んで決めるための会議っていうのももちろんあります。でこれはもちろん最後はビジネスの場合大体、多数決で決めるなんていうのはクソだから、会社は国会じゃないんで多数決なんか吐きてないと思った方がいいですよ。結局誰が決めるかっていうと大体まともな会社は決める人は決まってます。でそこで多数決取りましょうなんていうことで、僕20年ぐらいビジネスパーソン人生やってますけど多数決を本格的に取る会議なんて見たことない。まあもちろんね、本当にガチシビアな取締役会議とかだったら世の中、まあ、ビジネスもあり得るかもしれないんだけども、で基本的にはそこの場で一番、組織の階層で偉い人が決めるというのが、まあ、常道、王道ですよね。まあもちろんその偉い人が非常に心臓の弱い日和見な人で、みんながどう思ってるかっていうのを気にした上で決めるってことはあるんだけども、それにしてもみんなで決めたからみんなの責任っていうんじゃなくて、基本的にはその人の責任だと思います。で一番ダメなのは反対、もし決まりそうな方向にね自分はそれは間違ってると思ったら反対するのはもちろんいいんです。こうしたあるいは代案を示した上で A っていう方向に決まりそうな中で僕は B が正しいと思うんですけど、なぜならカクカクシカジカでって言いまくるのはいいんだけども、もし最終的に意思決定する人がいややっぱり A だって決めたら、決めた後にはぜひ従ってください。そこの態度を間違えてるとダメです。でもしなんだろう、それでも僕は A が正しいと思ってたんだ、B が正しいと思ってるのに A って決まってしまったというんだったら腹の中に思ってはいいんだけども、その後もずっとぐち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 いや僕で A がうまくいきな A って方針を選んだって、もちろんビジネスだから必ず順風満帆でね全て順調に進むなんてことなかったりするんだけども、僕はあの時 B って散々判定してんですよとか、なんかそんなことをぐち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 言うやついるんですけども、クソですね、クソ。決めるまではいいんです。ただ決まった後に文句を言うっていうのは典型的なダメなやつの態度なんで、これも厳禁。もう決まった瞬間からもうその例えばまあ部長でもいいし役員でもいいし社長でもいいんだけど、まあその人がそう言うならまずは従おうという方向で行くのが部下としての道、サラリーマン道ですね。でもしそれに本当に従えないと思うんだったら会社辞めた方がいいと思うその会社だって会社っていうのはそういうことなんで、会社は民主主義じゃないし、会社は学校じゃねえってあの裁判所の人の有名なセリフがありますけど、会社は国会じゃないんですよ。国会だったらさ野党いてもいいよ、もちろん政府が間違ってるかもしれないってことをチェックする必要ありますから野党いてもいいんだけども、会社っていうのは国会じゃないんですよ、議会じゃないんですよ、野党はいらないんですよ。なんでかっていうとビジネスの場合方針が間違ってるかどうかってことをチェックするのは会社の中でチェックする必要なんかなくて、マーケットが決める、お客さんが決める、市場が決めるというのがビジネスの世界なんで、会社としては一つの方向性を明確に実行していく、決まった後は実行していくってことが大事なのに、会社の中で議会みたいなことやって、で健全なチェック&バランスだとかって言ってなんか、まあそれもねもちろんゴーンみたいに暴走、一般論として、まあ、取締役が大統領が暴走するからチェック&バランスが取締役のレベルでは必要なのは分かるんだけども、普通の平のサラリーマンのレベルはねそんなこと考える必要ないんですよ。もし嫌だったら会社辞めると、いる限りは従って決まった方針をとにかく実行すると、まあ軍人みたいなもんですよ。正しいかどうかとかはもう決まった後は一旦考えないと。もちろん折に触れて今の戦略が正しいのかどうか、方向が正しいのかどうかってことをチェックしたりする場面っていうのがあるから、そういう場面ではまた一旦例えば1年前にこう決めて今期はこういう方針で臨んできたけれども、来期の方針や戦略予算を立てるにあたってみんなどう思うかってフェーズがあるんで、そういう時にはもっぺん言ってもいいと思う。自分 のお腹の中の意見を取り出して、ただ日常業務の中とかで普通にデスクのとかでぐち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 言ってると、これね中間管理職でも多いんですよ。そういう中間管理職見たらねいけてないと思った方がいいんで、あんま近づかない方がいいです。チェックってのはお客さんが行う、マーケットが行う、お客さんから指示が取れるか市場でシェアが取れるかが行うことなんで、会社は国会じゃありません。それを議論の前提としてみんな思った上で、代案もなくだから批判するやつはクソだし、決まった後はぜひ従ってください。
で会議の今基本姿勢みたいなの言ってるけど、会議につきもののは議事録、終わった後に、まあ、ここで決まったこと書いておいてと。大組織ほどどういうふうに議事録が作られて、どういうルートでそれが広まるか、まあ議事録の広まり方ってもいろんなものがあると思います。もうメーリングリストだったりとか、スラックだったり、社内のスラックだったり、なんかまあ LINE だったりとか、いろんなものがあるかもしれないし、議事録って文書の形になってなくて、そのメッセンジャーの中の箇条書きレベルと、3行4行ぐらいかもしれないですけども、議事録をどういうふうに取って、どういうふうに配るかっていうこととか、議事録作成の文書を見れば大体新人のセンス丸分かりなんですね。だから典型的に若い者が新しい部署とかにやってきたりとか、上司がこいつどれぐらいだろうっていう時には、ミーティングに出させて、まあ発言するやつだったらもうその時点で、おちょっとこいつなかなかやるじゃんって感じなんだけども、そうじゃなくても最低限議事録、発言会議が始まる前に、なんとか君議事録取っといてねって言われて議事録を出すっていうことは、そいつ寝踏みされてると思う危機感と、なんだろう、こう緊張感を持って議事録作った方がいいです。センス、理解力、全部丸分かりです。で、議事録ってあとそもそも何のために作るかっていうと、例えば会議っていうのはですね、例えば10人出たら10人を1時間拘束することになるんですよ。で、普通のもうそこら辺のサラリーマンでも会社のコスト全部込みだと時給数千の人ってめちゃくちゃ多いんで、例えば10人が出て時給5000円の人、10人が出て、間接費も込みでね、時給、その本人が手取りじゃないよ、本人が手取りじゃなくても会社の間接費も込みで時給5000円ぐらいの人が10人出てたら、それで1時間5万円かかってるわけですよ。で、それをもし、で、単純に伝えるためだけだったら、20人、30人、そこに、会議の人数が多い会社っていうのは、大体いけてない会社だと思った方がいいんだけど、いけてる会社っていうのは、関わる、会議っていうのは、そこに出るべき人と、出た方針の伝達されさえすれればいい人というところがあるんだけども、この区分けを、単純に議事録作りがうまくないと、とりあえずその場にいさせることで、伝えようとすると。そうすると20人も30人も無駄に出るようになっちゃって、例えば営業マンなのにさ、部内の会議、営業部の中の会議ばっかり出てて、お客さんに行ってないみたいな、ほんなクソじゃないですか。お客さん向けに、外向けにエネルギー使うべきなんだけども、イケてる議事録ができてたら、じゃあ議事録だけ見とけばいいんでって言って、1時間の会議にずっと出て分かるようなことが、イケてる議事録だったら、もう見て30秒がもう2、3分でも分かるんですよ。そしたら残り57分の時間をその議事録作成をした人が作ったことになるじゃないですか。で、その残り57分でお客さんに会いに行ったり、ヒアリングしたり、提案書作ったりって、これをもしそれで、普通に議事録なかったら20人出ないといけないところが、イケてる議事録があったら7人で出席者するんで、残り13人は外向けにエネルギーを作れるんだったら、これはめちゃくちゃ付加価値が高いんですよ。で、さらに議事録ってもうどうしてもみんな忙しいと忘れちゃうんで、1週間後に、例えば議事録に必ず最後にネクストステップと次やることみたいなトゥードゥーリスト書いたりすると思うんだけども、議事録書いた人が議事録書いたんだから、ちゃんとそこに書かれたことは、自分の上司だろうが田畑さん役員だけど、これやるってあの時言ったじゃないですかって平社員から言われても、議事録にはっきり書かれてて、その時も確かにそういったようなと思いがあったら、逆に言うと新人の社員だろうが、議事録に基づいてだったら、上司や部長や課長や役員や社長にもある意味命令できるんです。議事録に書かれてて、ここでやるって言いましたよなっていう、まあもちろん言葉はもっとマイルドにした方がいいかもしれないけど、そういうような部分がありますし、まあ昨日ゴーンのね会見ありましたけども、ゴーンが言ってて確かに一理あるなっていうのは、自分一人のサインだけでね、出費 で使えるお金なんてないと。で、大きな、意思決定とか、なんか新生銀行とのなんか為替の付け替えがどうこうみたいなのは、取締役会の決議を得てると。だから俺一人が暴走したわけじゃないと。それは多分正しいんですよ。その面だけで正しいと。本当にだってシビアな取締役とかだったら、もし俺が日産の社外取締役だったら、この取引はおかしいと。ゴーンの個人的なリスクを会社に付け替えるもんだっておかしいと。俺は反対だと。これちゃんと議事録書いとけよと。よろしくって言ったりするべきなんですよね。本当のプロの正しい取締役だったら。っていうのは、そこに議事録残ってたら、その後会社から、株主から訴えられた時に、いや僕は反対でしたと。カクカクしかじかで議事録にも書いてありますと。で、最後多数決になったんだけども、例えば取締役が7人だったら、6対1で、議決はされたけど、俺は反対だったって言ったら、残りのさ、ゴーンの顔色だけ伺って、なんとなくイエスって言った人たちよりも、はるかにそこで言うと、やるべき仕事はしてるじゃないですか。そういったこともあるんで、結局ね、議事録に何が書かれたかってことは、ある場面では非常に大事になってくるんで、議事録っていうものをまず舐めない方がいいと。まあもちろん、いろんなカジュアルなミーティングから取締役会レベルまで、上場企業の取締役会レベルまでいっぱいあるんですけども、あと議事録をどう配布するかっていうことも、社内の世論を誘導していく上で非常に大事です。要約をどう書くかとか、決定事項をどう書くかみたいなところは非常に国語力の見せどころなんで、
例えば A という方向をやむなしとなった、やむなしってなったっていうニュアンスとかよくあったりするんだけど、やむなしっていうのは他にも反対意見があるけれども、仕方がなくまあやらざるを得ないよねというニュアンスがにじむじゃないですか。最初からもっとポジティブにその議事録作った本人が A って方向が正しいと思ってるんだったら A という方向に決定しましたってだけ書けばいいのに、 A という諸案の事情も鑑みながらいろんなリスクも踏まえつつ A という方向を模索することはやむなしという結論になりましたみたいな、ここら辺ね官僚文学なんだけども、こういうことをうまく書いたり、さらにはようやくエグゼクティブサマリーとか大体長い議事録とかだったりしたらそういうふうに最初のところに3行か4行くらいで書いたりするかもしれないんだけども、ここら辺をうまくどういうふうに書くかでめちゃくちゃ印象をつけられます。でもし本当にこの会議クソだな、こんな強引な決め方ないだろうと思ってるんだったら、なるべくたくさんの人にネガティブな印象が伝わるような行間をにじませた形で誘導した方がいいし、まあ議事録作る人自体がそれをその後結局どうしたいかみたいなことを意思を持って議事録を作るっていうことが超大事なんじゃないかなというふうに思います。まあ会議とね議事録を制するものは会社を制すっていう感じなんで、ぜひ皆さん会議一個一個に臨む態度、あるいは議事録を、あるいは議事録作りをね自分から買って出るっていうのはめちゃくちゃ若手が権力の階段を上る上で有効なステップなんで、ぜひ皆さん試してみてください。それじゃあまだこんな感じでまだまだやっと中盤に差し掛かってきたけれども、これからの会社員の教科書どん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 解説していきたいと思います。これからですね朝支部とかも含めて講演いっぱい、まあ田畑慎太郎ジャパンツアー2020始まるみたいな感じなんで、講演会場とかでも会いましょう。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしく。